やあみんな、僕はお片付けコンボイだよ。今日はトミカの働く車をいっぱい買ってきたよ。今日はとっても暑いから働く車のみんなをこの冷蔵庫にしまってあげよう。それじゃあこの冷蔵庫をパカッと開けて、よし、じゃあ働く車を出すよ。ガチャッとして、まずはゴミ収集車くんをしまってあげよう。ゴミ収集車くんはここの一番上にポコッと入れてあげるよ。どんどん入れよう。次は郵便車くんとパトカーくんを入れるよ。それじゃあ赤い郵便車くんは青いゴミ収集車くんの隣、パトカーくんはここに入れてあげよう。次はこれは消防車くんだね。消防車くんと救急車くんだよ。消防車くんと救急車くんは仲良くここに2人でガチャッと入ったよ。こっち最後残ってるのはタンクローリー車くんだね。タンクローリー車くんはここが空いてるからここに入れてあげよう。よし、こっちはガチャッと閉めて、次はこの反対側だよ。いっぱい入ってるね。こっちもガチャッと開けて、まずはこの赤い車、はしご消防車くんだよ。はしごがシャキンと伸びちゃうよ。はしご消防車くんはパトカーくんの下に入れてあげるよ。そうしたら次はこの黄色いブルドーザーくんと同じ工事現場で働くショベルカーくんだよ。工事現場で働く2人はいつも一緒。一緒にここに入れてあげよう。次はピンク色のフルーツトラックだよ。フルーツトラックちゃんはここに入れるよ。あと残りは2つ、上のフォークリフトくん、フォークリフトくんはフルーツトラックちゃんの隣に入れてあげよう。最後は消防宿舎くん、真っ赤な消防宿舎かっこいいね。後ろがパカッと開いちゃうよ。そうしたら消防宿舎くんはここの一番下に入れるよ。よし、これでみんな冷蔵庫に入ったね。今日は暑いから働く車のみんな冷蔵庫の中で涼しそうだね。それじゃあパカッと閉めて、よし、これでみんな暑くないね。冷蔵庫にみんなをしまっちゃったよ。はい、みんなこんにちは。今日はこちら、トミカ、トミカタウンビルドシティ警察署。かっこいい警察署のおもちゃだよ。この警察署はガレージから発車したり、スロープで遊んだり、駐車場遊びができるよ。とってもかっこいいね。早速開けてみるよ。せーの、えい。はい、警察署出てきたよ。見てみるよ。ここが入り口で、その上にはパトランプがついてるよ。かっこいいね。ここに地図がついてて、上には中央警察署、ここにはライトがついてて、こっちにもライトがついてるよ。ここがスロープになってて、ここからパトカーを出発させられるよ。ここをガチャッと開けると、ここにパトカー入るよ。ここにパトカーをカチッと入れて、くるっと回して、ここの発車ボタンがあるよ。発車ボタンを押すとパトカーがビュンと飛び出すよ。もう一回ガチャッと入れて、今度は遠くから見てみると、ビュンと結構早く飛び出すよ。パトカーだけじゃなくて、ここにゴミ収集車、好きな車を入れてシューターで遊べるよ。いろんな車を発車させよう。今度はこっちのスロープだよ。ここから登ってここに入るよ。ここに止めておいてもいいんだけど、上にはシューターがついてて、このシューターボタンを押すとパトカーが発進するよ。パトカーを止めてシューターを押せばパトカー発進だよ。この警察署をくるっと回してみると、裏は駐車スペースだよ。ここにはメンテナンスコーナーもあるから、パトカーをここに止めてメンテナンスするよ。パトカーをいっぱい止めて、警察署の駐車場だよ。この警察署はタワー型警察署、ダブルスロープ警察署、こっちのモードにも変えられるよ。それじゃあまずはダブルスロープ警察署に変えてみるよ。せーの、えい。はい、これがダブルスロープ警察署だよ。
前にスロープが2つついてて、パトカーを2台ここに止めて2台一緒に出発させられるよ。横から見るとパトカーがぐっと来て出動するよ。ダブルスロープ警察署はこんな感じの縦長になるよ。前から見るとこんな感じ、かっこいい警察署になったね。はい、今回はとってもかっこいい警察署のおもちゃ、トミカタウンビルドシティ警察署で遊んでみたよ。とってもかっこいいからみんなも遊んでみてね。じゃあみんな、僕はゴミ収集車、働く車を持ってきたよ。おっと、ガチャっと。僕が持ってきたのはこのパトカーと白バイだよ。正義を守るパトカーと白バイ、悪い人を捕まえるぞ。じゃあみんな、僕はとっても大きなゴミ収集車、僕も働く車を持ってきたよ。おっと、ガチャッと。僕が持ってきたのはこの救急車、後ろがポッと開いて怪我した人を助けるよ。みんなを助ける救急車。僕もゴミ収集車、僕は緑色なんだ。働く車持ってきたよ。後ろスポット、僕が持ってきたのはチキンラーメントラック、とっても美味しいラーメンだよ。まだまだあるぞ。次はフルーツトラック、美味しいフルーツ食べませんか。まだまだ持ってきたよ。次はお魚トラック、みんなのところに美味しいお魚届けるよ。最後はハンバーガートラック、みんなに美味しいハンバーガーを届けるよ。チーズも入ってるぞ。緑色のゴミ収集車くんは食べ物トラックたちを持ってきたぞ。最後は僕、青くて大きいゴミ収集車だぞ。僕はおっと、この車、黄色のダンプカー、大きい荷物いっぱい運んじゃうよ。次はトラック、トラックも重いもの運ぶぞ。まだまだ入ってるよ。何かな、ショベルカーが出てきたぞ。工事をするショベルカー、とっても力持ち。次が最後、最後は出てきたのはドドドドドドッと工事をするブルドーザー。青いゴミ収集車くんは工事車両を持ってきたぞ。ゴミ収集車のみんな、いろいろな働く車を持ってきてくれたよ。いやみんな、白バイ警察だよ。今日はこの大きな警察署から働く車がいっぱい出動するよ。まずはここ、1番から3番の車庫、どんな車が出動するかな。まずは1番いくよ、スタート。1番から出てきたのはこの車だよ。黒と白のパトカーだね。警察署からパトカー出動したぞ。次は2番、2番出動するよ。2番から出てきたのは青い車だよ。この青い車みんな知ってるかな。後ろをスポット開けて街をきれいにするゴミ収集車だよ。2番からはゴミ収集車が出動だ。最後は3番だよ。誰が出動するかな、スタート。3番から出てきたのはこの赤い車だよ。この赤い車はマックインだね。カーズに出てくるレーシングカーのマックイン、ビューンととっても速いぞ。この車庫からはこの車たちが出てきたよ。次はここから出てくるよ。ここから出てくるのはどんな車かな。ビューンと出てきたのはこの赤い車だよ。この車はホースがついてる消防車だよ。火事が起きた時に火を消す消防車、今日は警察署から出動だよ。次はこの白い車だね。後ろスポット開けてみんなを助ける、この車は救急車だね。怪我した人、病気の人を病院に連れてく救急車だよ。次はピンクの可愛い車がコテンと出てきたよ。ここには果物がいっぱい乗ってるね。この車はフルーツトラックだよ。可愛い車はフルーツをいっぱい売るフルーツトラック。あれ、引っかかっちゃったよ。この車は白い車、ここにはエネオスって書いてあるね。この車は後ろにガソリンを入れて運ぶタンクローリー車だよ。働く車のみんなが食べるガソリンをガソリンスタンドに運んでるよ。
次の車が来たよ。またまた赤い車。この車はシャキンとはしごが伸びるぞ。こんなに長いはしごをつけたはしご消防車だよ。火事が起きた時にみんなを助けるはしご消防車、かっこいいね。大きな警察署からこんなにたくさん働く車が出てきたよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくね。